どうもこんにちは、キュウィン徳川です。今日はね、K&F コンセプトというね、カメラ機材の、中国のメーカーから、三脚を送っていただきました。こちらなんですけどもね、これをちょっと今日は開封して使ってみたいと思います。前々からちょっとレビュー以来いろいろ来てたんですけども、今回が初めてですね、この K&F コンセプトさんから、依頼を受けるのは。 K&F コンセプトさん最近ね、結構名前が売れてきてまして、商店工房ってね、カメラ好きの方やったら聞いたことあると思うんですけども、そういうお店でも最近は公式に取り扱いが始まったというね、ちょっと最近話題のブランドです。こちらですね。あとはパーツがいくつかと、説明書と六角レンチが、こういうねしっかりとしたバッグに入ってますと。でバッグのストラップも入ってますと。僕はですね、メインの三脚としてここね、ちょっと今これ撮ってるんでお見せできないんですけども、マンフロットの190という190のアルミの3段の三脚をメインに使ってます。雲台はまた同じくマンフロットのビデオ雲台 701HD って言ったかな、を乗せて使ってるんですけども、まあ、結構でかくて重いんですよ。これがね、そのマンフロットの三脚のバッグなんですけども、このバッグを見ていただいたら分かるようにかなりでかいと、で重いと。それをね、お客さん その仕事のね撮影の時とかに、僕車、恥ずかしながらその車の免許まだ取れてないんでね、電車で運ぶわけですよ。相当やっぱ疲れますよ、これを持っていくっていうのが。で、朝のラッシュの時間にこんなものをね、こうやって担いでね、お客さんにビシビシこうぶつけながらね入っていくのも本当にね、忍びないという感じでね、もう辛かったんですよ。現場に到着した時点ですでに疲れているっていう状況をね、やっぱいただけないのでね、その状況で新しく買った三脚がまたお見せできないんですけども、同じくマンフロットの B フリーというねトラベル三脚なんです。でトラベル三脚の方で今これ GH4 でね撮ってる、こっちが今トラベル三脚に乗ってるんですけども、これどうやって映像見せたらいいんやまた後で差し込んでおきますけどもね、B フリーこれはすごく軽くて、折りたたんだ時に小さくていいんですけども、ちょっと貧弱なんですよね。すごくたわんだりするし、この前もね、ちょっとした小旅行で長野に行った時もねこれで遊んでたんですけども、途中でやっぱりパーツがもげたりとかしてね、結構苦労したんですよ。ということで、それをですね、まあ三脚の本数なのでね、そのカメラの数によって決まると思うんで、その一本にまとめる云々の話ではないと思うんですけども、このメインのマンフロットの190プロ3段と、トラベル三脚サブの B フリーのいいところを合わせ持った三脚が前から欲しいとは思ってたんですよ。で、今回じゃあレビュー依頼受けるならこれを送ってくださいということで、僕が送ってもらったのがこちらです。K&F コンセプトの TC2834 というモデルですね。カーボンで、よいしょ、ツイストロックになってます。カーボンの4段で、ここまででかくなりますよと、最大でここまでになりますよと。これね、カメラ乗っけたらもう僕の身長では、ちょっとファインダーは覗けないっていうところまででかく背が高くなるんですね。で、さっきまあ取り出したんですけども、これが一番
収納するときにはこのサイズになると、うん、あ、4時半夕焼け小焼けで日が暮れてて、勘弁してほしい。勘弁してくれ。時間が ドボルザークええから、もうこのマンフロットの三脚バッグから比べるともうこれ一目瞭然ですよね。収納時には450ミリまで小さくなります。でロック機構がですね、K&F コンセプトと、ロゴがあるこの赤いレバーですね、これがラチェットになってまして、ぐっとこう引っ張って溝に引っ掛けてロックする、ガチャッとここで、で、標準のこの状態とこの状態とこの状態とここまで開くんですね。で、まあ、もちろんエレベーターも下げることができます。映ってるのか、映ってね、こういう感じですね。で、雲台もこれセットですね、K&F コンセプトの、結構デカめの雲台がついてまして、うるさい三脚とセットで雲台がついていますと、自由雲台ですね。すごい鳥もうるさいですねで、まあ、アルカスイス五感の、三脚のプレートがね、ついてるんですけども、これがですねここに水準器までちゃんとついてると、で縦位置用の水準器までついてると、これ分かりますか ね。で、最近の流行りなのかちょっと僕分かんないですけども、この一番上のこのボールヘッドの他に水平だけを動かせる機構になっていると、ね、でさらにこのボールヘッドを自由にするための、このレバーとそれからメモリ付きのトルク調整のレバーもついていると、ちょっと締めてやるとこうぬるっとこの上のねボールヘッドが動くようになるんですね。でこういう雲台がついてますと、さらにこの足の1本だけねこのウレタンのカバーがついてるんですけども、ここをひねるとですね、これももう最近の流行りですよね、やかましい取れるんですよ。で、一番下の底も回せば外れるようになっていまして、ポンとこう抜けると、でこの付属のオスオスのネジですね、これを使うことによってこのサイズの一脚にできてしまうということですね。これももう最近の流行りですよね。うん、すげえでかい。で、この三脚に対してこのセンターポールをもちろん逆さまに、こうか、つけることもできますよと。
なんでまあローアングルも撮影することができますよね。まあこれも最近のその三脚の流行りを踏襲した部分なので、まあ各メーカーがねこういう機構を採用してるとは思うんですけどもね、うん、すごくしっかりしてますね。これ使えるんちゃうかな、これ全然使えると思う。これいいですね、素晴らしいですね。そうか、あとこのパーツは何なんかなと思ったらば、このセンターポールを短くするためのものだね。例えば一番ローアングルにした時のここの部分ね、このセンターポール分を、まあ、このちっちゃい方の棒で代用すると、まあ、ここまで下がるっていうことなんだな、うん。まあ、こういうことする人ってあんまりいないと思うんですけどね僕ね、うん、本当に基本を忠実に押さえた、素晴らしい三脚かなと思いますけどもね。ちょっとこれタイムアップやね暗くなりすぎました。日が短くなって野外ロケが難しい季節ですよね。続きは家に帰ってからうんちくを述べたいと思います。取扱説明書、これは中国語しか書いてないね。これがやっぱこれ国内でね、日本国内でしっかりとローカライズされてね、そしたら高くなってしまうやろか。まあ、大体これ Amazon で今3万円以下、3万円弱で買えるんですけど、まあ、性能的には普通にマンフロットの190は凌駕してるでしょうね。外ロケ楽しいけど、やっぱ太陽に協力してもらうのは難しいですよね。もうちょっとこう段取りよく早めに出てこないといけないかな。やっぱこの夕暮れのこの光の感じが好きなんですけど、この季節は難しいね。なってるなこれ。まだ5時ちょっと回ったばっかりでこの暗さってありえる？どうせあれでしょ、三脚っつったらやっぱりね、みんなマンフロットが大好きやし、その上になると何ですか、ジッツォとかが欲しいんでしょ。わかるけどね、ジッツォとかやった、あとシュナウザーじゃなくてなんかそういうドイツっぽい名前のやつありましたよね。ああいうのが欲しいんでしょみんな。でもそれってもうちょっと古い時代の話なんてないんですか。こんなね、こんなクオリティの高いものをね、バンバンこうやって中国が、まあ中国をはじめね、そのアジアの、メーカーがね、ガンガンこんなもん出してきたら、そんなん誰が買うんですか。そんな20万も30万もするような三脚を。今日はね、
GH4 に、ロードのビデオマイクロを使って撮影をしてますよ。この三脚のバッグも全然いいね。この K&F コンセプトのちょっとロゴがあんまかっこよくないね。やっぱりどうしてもそのアジア圏のカメラメーカーね、値段が安くて性能がいいのはもう素晴らしいんですけど、なんでそのちょっとデザインね、デザインをこうパクったりするのはちょっとやめたらいいのに、もうちょっとかっこよくしたらいいの、いつも思う。独自のデザインをちょっと編み出したらいいのよね。だからその辺だから、シルイとかは青い青っていうコンセプトカラーがあっていいですよね、うん、良い、これは良いわ。こんなマンフロットのこんなでかいの持っていけるかっちゅうね。全然いいな。水元公園って本当に綺麗よね。なんかいろいろとこう装備を持ってきましたけど使わなかったですね。うわあ、ここでランタン持ってきて、まあ火は起こさないですけど、深夜の公園生放送とかやったらまあ警察に捕まんのかな。昨日ね、横浜でね、ジンバルのサンプル映像をね、撮影 してたんですけど、警察に捕まりました。ここに、この辺で火起こしたりしたら、すごい、いいかな。で、トイレもあるしな。まあこれちょっと ISO3200 とかまでやってるから、こういうちょっとしたこう自然の中におるのが好きになってくるっていうのは、これ年取ってきたってことかな。美味しい空気と光で光合成がしたくなるっていう年寄りの性質なのかもしれないですね。人生半分以上終わったってことかな。なんか鳥が池に集まってバサバサバサってやってるんですよ。どうしようかな、こんな真っ暗になってしまったら機材の撤収も難しくなるから帰ろうか。
入りましょう。バイバイ。